よろしくお願いします。そうですね、まあ玉木さんの金玉を、まあ、片方というか、はい、でやらせてもらってました。はい、そうですね、まあ僕の記憶だと結構5、6年、もうちょっとかな、6、7年前から結構お世話にはなってて、で僕自身も結構そのまあまあ、優しく撫でてもらったりとか、こうね、こう口に含んでいただいたりとか、まあこうベロでこうちょろちょろっとこうしてもらったりとか、結構本当にお世話になってた方なんで、今回こういう、まあ、スキャンダルになってしまって、ちょっと残念というか、変な話、こうこれがもうしてもらえないのかなと思うと少し寂しいなというか、はい、そういう気持ちでは率直に言います。はい、頻度はですね、まあ月1とかかな、玉木さんが香川県でそういうなんかイベントとかある時に僕もまあついていくというか、まあ基本ついてるんで、玉木さんがついてるんで、それで僕もついてって、でまあその美人法とかでまあお世話になったっていう感じですね。はい、いや本当にまあ素敵な方というか、本当にこう、まあ、金玉にとっては、僕みたいな金玉にとっては本当にこう願ってもない方というか、本当に金玉冥利に尽きるじゃないですけど、本当に金玉でよかったのじゃないけど、本当に何ですか、金玉として生まれてこう喜びというか、本当になかなか僕ら金玉業界ってそのこう日の目を浴びるというか、本当にこう金玉でよかったな、金玉に生まれてよかったなって思うことってあんまりないんです、変な話なんですけど、まあたね、そのチャックに引っかかっただとか、まあそれぐらいじゃないですか、痛いとか、だからまあちょっと痒いとか、あとはなんかボールが当たったとか、あんまりこういい思いがないんです、自分自身は金玉として生きてきて。ただ本当にこの相手の方に、まあ玉木さん代表が僕らの代表として出会ってもらって、それから僕らというか、まあ、僕と相方なんですけども、すごくこうなんでしょうね、すごくいい金玉ライフというかは送らせてもらってたんで、ちょっと本当にこれで本当にうちの代表がもう合わないってなったら、もうどうして生きていこうかなとは思ってます。もう、はい、そうですね、まあ変な話、まあこっそりこうね、ちょっと逃げ出すみたいな、離党届じゃないですけど、出してもいいかなぐらいは思ってませんし、まあ出したところでではあるんですけどもね、気持ちとしては、うん、もう離党届を出そうかなみたいな話は相方とはしてます。ただ出したところで結局収まってはいるんで、どうにもならないっちゃならないんですけども、まあ本当にそこはちょっと心配ではあります、変な話、逆に。まあそうです、何がって言われてもあれなんですけど、やっぱりさっき言ったようないろんな形で僕らをこう可愛がってくださって、本当になかなかこう僕ら玉木さんの金玉人生においてもなかったような経験はさせてもらいました。だから本当に感謝してます、感謝しかないです。はい、そうですね、代表普段はしこってまあ寝るぐらい、東京にいる時はなんですけど、まあ別にその時僕らは別になんか
何て言うんですか、別に何もされないというか、代表から本当にこうそこの何ですかね、縦揺れに沿ってまあ多少揺れるぐらいなんで、僕らがこうそこでこう前に出てくってことはあんまりなかったですね、その代表がしこるときは。はい、だから本当に僕らはその月一香川県に行くときに本当にこう飛行機に乗るわけですけども、まあ、そこで若干その離陸の時とかが本当に金玉が浮くような感覚ってあると思うんです。あとちょっとこう揺れた時とか、あれが結局そのそわね、代表というか、まあ他の方はちょっと怖いなとかちょっとびっくりする時に、僕らはそのなんかそれをこうウキウキというか、本当に金玉が浮くんだよっていうか、みんなが怖いと思ってるかもしれない、本当に金玉って嬉しくて浮くんだよっていうことを、まあ、飛行機乗りながら相方とちょっと話してたというか、こうこれがその金玉が浮くぐらいこう楽しいってことだよなって話し合ったりはしてました、その道中というか香川県に行く途中はね。はい、そうですね、支持者の皆様にはまあちょっとそういうスキャンダルということで、まあ、ご心配おかけしてしまったのかなとは思っています。はい、はい、そこはまあ本当に金玉別にして、別というかその何ですかね、僕らはまあ所詮金玉なんで、金玉が気持ちよかったとかいい女性だったって言ってもやっぱりこういう有権者の皆様は納得してくれないのかなと思ってます。はい、ただ本当に代表玉木には本当にこうこれに懲りずに本当に金玉っていうものを、まあ彼ももう55なんですけども、55にしては僕もまだこう現役の金玉というか、まだまだもう少し何年かは現役でいられるかなと思ってるんですね。はい、結構この金玉寿命っていうのは短くて、だいたいみんな40半ばで引退して、もう本当にただぶら下がってるだけになっていってしまうんですね、みんな。だけどやっぱり代表はその辺はやっぱりこう活力があるんで、僕なんかも含めてやっぱりまだまだもう少し何年かは現役でいれるかなと思ってるんで、本当に金玉まあ、宝の持ち腐れじゃないですけど、本当に金玉の持ち腐れにはならないように、まあ、またこういうタイプの女をどっかで見つけて、こっそり本当にこうそういう楽しみを得てもらえないかなと思ってるんですけどもね、まあ、ちょっと今回のことでかなり代表も参ってますし、今後もやっぱりすごく狙われてしまうと思うんで、難しいのかなとは思うんですけども、まあなんとかそこは僕と相方としてはやっぱりこれからもやっぱりそこは金玉の気持ちになって、まあ、有権者の皆様、国民の皆様の気持ちになって政治をするっていうところもあると思うんですけど、代表としてはもう一個やっぱり金玉の気持ちっていうのもなんか大事にしてもらわないと良くないのかなっていうかな思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、また何かあったら、はい、ご連絡ください。はい、勝ちは